女王は、皇族女子の未位または、称号の一つ。または、女王の未位を与えられた皇族のこと。現行の皇室天般では、天皇から見て、着難系着室で三神等一園の女子に与えられる。皇室天般で定められた継承は殿下。2021年現在、友人親王の女子である、秋子女王、陽子女王、則人親王の女子である。 すぐこ女王の合計三人がその地位にある。これら三女王は何も直系存続にあたる大正天皇から見て三神党、すなわち総尊、特人から見た場合は、合計で最重枚にあたる。王、女王の身くらいに関連する部分で、現行皇室天板と、いわゆる旧皇室天板における大きな際の一つは、親王内親王が、 旧皇室天般では4世までであるが、現行では2世までとなっている。養老律令権指令中、天皇の2から5世孫までの女子が、女王と定められ、4世までが皇新とされた。衛生皇族制の採用により、1889年の皇室天般制定以降は、このような規定は設けられていない。平安時代初期以降、皇居座のおとばりを下開く。 長明部は、女王である、皇族女子の務めとなった。女王の未位を持つ、皇族女子が皇后、または、中宮のとなったのは、幸子女王が女母を経て、第113代東山天皇の中宮のに、作立された例と、良子女王が皇太子妃を経て、第124代昭和天皇の皇后に、作立された例の、計2例である。近代に入り、 皇室天範政案が寄贈されるにあたり、その第35条にて、従来の御子にとどまらず、新王妃にも内親王、王妃を女王と規定する条文の策定が検討された。しかし、アリス川の宮当ある日と新王が、名文よろしからずと述べ、これに反対した。内親王は王女の将であり、王号は皇統から出たものに限るというのがその理由だった。結果、 女王の未位は従来と同様、皇族に生まれた女子の称号として今日まで続いている。皇族未来により、女王には、君二等法官賞が授与され、また犯人は、皇族中の最下位に再整理された。皇族未来廃止後の制度は概ね踏襲され、青年に達すると、法官母端賞が授与されている11月2日までに、青年に達した場合は、 君に投票干渉内親王女王が、皇族以外の進化に読めすことを効果と言い、結婚に際し皇族の身分を失う。なお、欧米の言語表記では内親王と女王の区別がなく、英語を例にすれば、プリンセスが用いられる。女王は次のいずれかに当てはまる場合、内親王に未位が変更される。皇室天板制定以来、いずれも、 該当例はない。皇位の継承により、着室の御子、または、着男系着室の皇孫となった場合、女王の兄弟たる王が皇位を継承した場合、新王、または王と結婚した場合は、成婚後も皇后となるまでは、引き続き元来の御くらいも平存する。近現代において、皇族妃となったのは、両子女王のほか、伏見宮尻氏女王。 山品の宮久子女王、国の宮ひも子女王がいる。団系の当主、皇子と、女王のみを列挙する。院は、1947年10月に、親戚降下した者皇室世襲新農家伏見宮家、有栖川の宮や,や第八代以降、有栖川の宮高人新農以降を列挙する。伏見宮家皇族伏見宮法家新農を外する、宮家の構成員。 山品の宮や,や火曜宮家国の宮や,や梨本の宮や浅香の宮や,や東国の宮家美幸森厚潮には鉱石離脱後の1954年に次女が誕生している。武田宮家北白川の宮や官員の宮家。ありがとうございます。